ました。はい。ニャンニャムチキン、ハニーバター、キンパ、なんだっけこれ。辛ラー油そば作りました、私。はい。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ、はい。あ、見せます。あ、見せます。夜にこれ見たら、なんつうんだっけ、なに、パク、飯テロ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 。じゃないんだよ。フォアグラの作り話じゃなくて。いや違う、でもこう起きますよね。うん、ああ起きました。じゃあフォアグラの上で寝てて、油っぽいね。油がついてんのよ。体にて。フォアグラだから。それでなんでそれ見たかっていうと、フォアグラのこと考えて寝たのと、あと頭を乾かさないで寝ちゃったわけよ。ほら寝たんだから。寝たのが油。そう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 。油になった。そうそうそう。よく、うん、前歯かける夢見るんだよね。え、本当にこうやって噛むじゃん、夢の中で。したらボロボロって前歯と奥歯とかがかけていく夢見るんですよ、よく。だって今入れ歯じゃん。いや、歯だから。前歯かける夢よく見るよね。で、これ食べよう。こっちとこっちどっちがいい？こっち。こっち分かれたみたいな。金髪のリバニピンだけ金髪寿司、金髪寿司、髪の毛見た金髪寿司です。金髪、金髪頭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 、これマヨネーズつけて美味しそう
一回私の家に、はい、夜に物取りに行こうとしたら、うん、この人がこの人にマフラー貸してっつったんですよ私。そしたらマフラーがすんごい変なマフラー出してきて、人マフラーない、マフラーあるのそこ、すっごい変なマフラー出してきたんですよ。でそれつけていったんですけど、これでしょマフラーでした、このこちらのズボン確かにマフラーの素材なんだけど、これ出してきて普通にパリネービアとか言って真顔で渡してきて、で私はこうやって言ったんですよ。待って、本当にバレねえかったべよ、本当にバレなかったってバレないじゃんこれ。しかもそれだって一番極端よ、極端で本当にあったかかったっていう話で、マフラーって言ってこれ出す人いないと思うよ、これズボンですよズボン、確かにマフラーっぽいけどさ、こいつやべえって思った友達。でもあなたはやばいって言いつつ、ね、それで行ったっていうのがびっくりしたよ、行かないと思った。私寒いの、寒い中無理じゃん、しょうがないってそれで行ったよ。かわいくもごめん、え誰、うん、あれだから誰もいないからいいよって思って、しかもあったかいしなんかつけたっていう話ありました。